おはようございます、こんにちは、こんばんは。バイオリニストの倉田理音です。今日はファーストポジションで弾く星に願いをレッスンしていきたいと思います。まずこの曲は4分の4拍子で、ゲードアで今日は弾きたいと思います。ゲードアはファにシャープが一つついています。テンポはだいたい四分音符72ぐらいのテンポでするといいと思います。今日学ぶことは同じフレーズの弾き分け方を学んでいきたいと思います。今からデモ演奏を弾いてみるので、同じフレーズの部分に注目して聞いてみてください。ポイント一つ目が、毎回、違う雰囲気で弾くんだけれども、その時に音楽記号、楽譜に書かれた音楽記号は忠実に守りましょう。例えば星に願うで言うと、1回目、2回目、3回目ってあるんだけど、その時に1回目はメゾフォルテ、2回目はフォルテ、3回目はフォルテってなっているんだよね。なので例えば1回目と3回目で、3回目がメゾフォルテになってしまったり、1回目からフォルテだったり、ピアノになってしまったりっていうことはしないようにしましょう。ポイント2が、音楽記号がある意味を理解するっていうことなんだけども、どういうことかっていうと、1回目、この部分ね、1回目はメゾフォルテ、2回目フォルテ、3回目フォルテってさっき言ったように書いているんだけども、そこには具体的にどういう大きさでどういう風に弾いてくださいっていうのは書いていないよね。なのでそこは、自分で考えることが大事で、なぜここはメゾフォルテなのかっていうのとか、なぜここはフォルテになっているのかっていうのを、音楽の流れ、全体的な流れを理解しながら弾くことによって自分なりの、音色だったりがそこから生まれてくるんだよね。なので、楽譜に書いていることは忠実に守るんだけれども、音楽の流れを意識するために、そのメゾフォルテの、中の部分、なぜっていう部分を考えると、さらにいい自分の音っていうのを探し出せると思います。今回の、星に願いをでは、私は一番最初はメゾフォルテで、ゆったりした、気分で弾くようにしています。で、2回目は、フォルテっていう記号がついてるんだけど、そこでは少し感情を出す
ような音楽のイメージで弾いています。そして余談なんだけど、星に願いをの部分で楽譜に忠実にっていうことがよくわかる部分があって、どこかっていうと、この部分なんだけど、今のところまでがピアノっていう風に書いているんだよね。でその後にっていうと3小節目なんだけど、3小節目から、もうクレッシェンドを、したくなるような音楽になっているんだけど、ここは楽譜に忠実っていうことを守って、4小節目までちゃんとピアノにするっていうのが大事です。そうじゃないと後々、さらに盛り上がっていくので、フレーズが長続きしないっていうのと、ちょっと盛り上がりすぎちゃうっていうのがあるので、ここは楽譜を忠実に守って、ここから大きくするようにしましょう。で、この部分っていうのは1回目ので、2回目ので3回目の1個前の2回目と3回目の間の部分なんだけど、3回目の助走部分だと思って弾くといいと思います。そしてポイント3が、これはちょっと上級者向けになってしまうんだけれども、やっぱり1回目2回目3回目ってなった時に、音に色をつけるとさらにいいなっていうのがあって、そのためには今は全部ファーストポジションでしたんだけど、もしできる方がいれば、ちょっとポジションを変えてみたりとか、指を変えてみるのは、すごくいいと思います。で、例えばじゃあ3回目のフォルテのところでやってみるんだけど、ここでちょっと変えて2ポジションの2に、ポジションの2に行く。そうすることによって少しこの3よりも2の方が指が強いから、音が、さらに、強い音で出てくれるので、ここも A 線の2でするより A 線の2でした方が、もっとふくよかで深い音が出るんだよね。なのでもしできる方がいれば、その A 線の3を使うといいと思います。ここも0、A 線の開放弦じゃなくて、で、3ポジションの2で弾くことによって全然音が変わってくるので、もしできる方がいれば、同じフレーズでも違うポジションでやってみたりとか、違う指を弾いてみて変化を出すとさらに、良くなると思います。最後にもう一回弾いてみますので、音の変化に注目して聴いてみてください。
今日は欲しい願いを使って同じフレーズの引き分けについてレッスンをしました。今日言ったポイントに気をつけて練習してみてください。それではまたね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。私はバイオリン講師としても活動しております。オンラインレッスンも受け付けておりますので、お気軽にお申し込みください。詳しくは無料相談を行っていますので、概要欄にあるウェブサイトよりお問い合わせください。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。